wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. こんにちは、りなです。今回はフィフスでたくさんお洋服をゲットしたので、大人かわいい1週間コーデを組んでいこうと思います。イエーイ。はい、で今回ですね、なんとありがたいことにフィフスさんとのコラボで私のセレクトアイテムが発売されました。でめちゃくちゃ可愛いアイテムを5つ選んで、今日の動画もその5つのアイテムをメインにコーデを組んでいきたいと思います。あと限定のクーポンがあるのと、ホームページにリナの特集をね作ってくださったので、ぜひね概要欄から見れるので見てみてください。ということで早速やっていきます。スタート。はい、まず一つ目のリナのセレクトアイテムはこちらの今着てる白ニットでございます。こんな感じです。これはアームデザインニットのアイボリーです。これな、もうデザインがめっちゃ可愛くって、こんな感じです、近くで見ると。で腕の部分がねこうふわふわした感じのデザインになってます。なんかなかなかここの場所にボリュームがある感じのこういうデザイン性のあるニットって結構珍しくて、めっちゃ可愛いなって思って選びました。で丈感がこれぐらいで、お尻ね結構がっつり隠してくれる感じになってます。で割とボリュームがあって分厚いしっかりしたニットになってるので、リナはボトムスの中に前だけインして着るのが結構好きです。ではこのニットを使って全身コーデを組んでみます。When you start in that dress, when your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile. Then you've been in love.結構モノトーンでシンプルな感じのコーデに見えるんやけど、このニットがねかなりデザイン性があって存在感があるので、めちゃくちゃおしゃれな大人かわいいモノトーンコーデができたかなって思います。はい、次は今1コーデ目で着てたアイボリーのニットの色違いでブルーを着てみました。やっぱりアイボリーが一番合わせやすいし、なんやかんやね一番使えると思うねんけど、個人的に青がめっちゃ好きで、そうふでな、このニットの色違いで青があるのを見て、待ってこれも可愛いと思って、そうちょっとね着てみたかったので着てみました。大人っぽい感じのコーデが好きな人とかにはすごいぴったりの青ニットかなって思います。ちょっとこれでも全身コーデ組んでみます。Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress?こんな感じでマーメイドスカートと合わせて、あとじゃじゃーん、こちらのもう冬感たっぷりの超可愛い肌触りがいいモコモコのねバッグを合わせてみました。個人的にもうマジで色味とかもうほんまに好きすぎる、めっちゃ可愛い、超可愛いこれ。はい、では次のセレクトアイテムいきます。次のセレクトアイテムがこちらの黒のニットです。これ最初見た時に、え待って可愛すぎるってなって、でちょっとセレクトさせてもらったんやけど、もうねもうマジで可愛い、このデザイン性、このチラッと肌見せ感がめっちゃ大人っぽくって超可愛い。こんな感じで、あの黒ですっごい合わせやすいニットかなって思います。白かな感じ。丈はこれね出してみるとこれぐらいで、で生地もめちゃくちゃもうボリューミーっていう感じじゃないから、タックインするのとかもすごいおすすめ、あの全然ゴワゴワせずに綺麗にタックインできるニットになっております。でな、このニットを使ったコーデでめっちゃお気に入りのコーデがあって、ちょっとそれねホームページに載ってると思うねんけど、それめっちゃ可愛いからちょっとぜひ見てみて。で今からそのコーデとはまたちょっと別のもう一個ねお気に入りのコーデがあるので、それをちょっと紹介したいと思います。このニットマジで一押しすぎるから、ちょっとみんなぜひ一回着てみてほしいなって思う。もう一回着たらなマジで気に入りすぎて、そうもうしょっちゅう着る、もうお気に入りのアイテムになると思う絶対
冬って結構こうニットとかで露出とかってさ少なくなるやんか。だけどそういう中でこうチラッと見える感じとか多分ねめっちゃ可愛く見えると思うし、女の子なんか寒い時とかちょっと露出控えようかなっていう時とかはこの上から全然あのアウター羽織ってもらってもめちゃくちゃ可愛いし、暑くなったらこう脱いでチラッと見えるのもめっちゃ可愛いのでちょっとぜひやってみてください。はい、次のセレクトアイテムがこちらのニットです。ちょっとさ見て、こことさこういうところにな黒い線がラインが入ってるのがもう可愛すぎる。でこれがステッチデザインニットのアイボリーです。ちょっとね遠くで見てみるとこういう感じになっております。結構ね丈が長めでオーバーサイズのニットかなと思います。こういう少しアクセントのある感じのニットを1枚持っておくとすごい便利で使えるのでおすすめです。全身がこんな感じです。こんな感じでリナはちょっと今回こういうピンクのねカラーパンツと合わせてみたんやけど、他に違う色のカラーパンツとかあとデニムとか合わせてもすごい相性がいいと思います。はい、ということで次じゃーん、ボーダーでーす。でこのアイテムもリナも激推し一推しのアイテムで、なんか今海外の人とかもめちゃくちゃこういうボーダーのね襟付きの感じのトップスを着ててめっちゃ可愛くってすごい今流行ってるんやけど、これマジでさもう完璧すぎて形とかずっと探しとったんやけど、もうやっと理想のボーダーのニットに出会いました。でこのニットは襟付きボーダーニットのアイボリーを着てます。ここのね脇のところがちょっとだけゆったりしてるのがめっちゃ可愛いし、こんな感じで胸元がチラッと開いててこう襟がついてるのが最強です、マジで。でこれは割と綺麗めでもカジュアルでもほんまにいろんな感じの系統のコーデで使えるのでめっちゃ使い勝手いいと思います。なんかフィフスのアイテムさ可愛いだけじゃなくってなんていうのかな、すごい着回しもできるしめちゃくちゃトレンド感を抑えたアイテムがたくさんあってマジで可愛かった。はい、ではこのニットを使った全身コーデを見てください。これの丈感なんやけどよいしょ、こんな感じです。後ろがねこんな感じでお尻は割としっかり隠してくれる感じのニットになってます。はい、では次のセレクトアイテムがこちらのマーメイドスウェットミニワンピースです。ちょっとワンピースで見にくいかもしれへんねんけどこんな感じです。こんな感じであの裾がめっちゃヒラヒラしとって超かわいい。これはもうガチ愛用決定のワンピース。でこれもフィフスのやつやねんけどちょっとチェックのシャツと合わせてコーデを組んでみたいと思います。はい、こんな感じでジャケットとの相性がめちゃくちゃ良すぎてちょっとこのコーデ結構お気に入りです。でもう一個ねやりたいコーデがあるのでこのワンピースを使ってもう一コーデやりたいと思います。はい、こんな感じでリナは今ねオレンジのニットをちょっと肩掛けしてるんやけど、こういう感じでちょっと薄手のニットとかあとはカーディガンとかを肩掛けしたり羽織ってあげたりしたらねより大人っぽくてめっちゃおしゃれになるし、こう差し色をこういう感じで入れてあげるっていうのがめっちゃおすすめのコーデです。はい、フィフス縛りの1週間コーデは以上です。みんなどのコーデが一番可愛かったかぜひコメント欄で教えてください。で概要欄に今回ね紹介したアイテムとあとは限定クーポンをちょっと貼っておくのでぜひチェックしてみてください。この動画が良かったら高評価とコメントとチャンネル登録お願いします。あとインスタウェア TikTok もやってるのでそちらのフォローもぜひお願いします。ということでバイバーイ。